こんにちは、フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。今日はですね、ダバオ市のダモサというところにある私の職場の近くなんですけども、お昼休みにこの、マーケットバスケットですね、こちらの様子をちょっと、撮ってみたいと思います。以前は人で本当にいっぱいだったんですけども、今はどうなってるでしょうか。それでは行ってみたいと思います。でこちらはですね、あちらにコールセンターがあったりですとか、そして反対側には学校ですね、日系人会の学校とみんなの国際大学があるので、普段はコロナ前は学生とコールセンターの人たちとか、あの IT パークの人で人がいっぱいで本当に座れないぐらいだったんですけども、今の様子を、撮ってみたいと思います。マーケットバスケットの中で日系人会の先生たちが食べてますけど、このように以前とは全然違い人がいません。でお店も全然やってないですね。韓国料理屋が一部やってるのと、ここも閉まってますし、はい、ことごとくクローズしてます。人もまあちょっといますけど、1、2、3つぐらいしか空いてないですね。でフードパンダの人が、空いてるお店からフードを買って届けに行ってます。厳しいですね。ここもやっていません。こちらもことごとく閉まっています。このように椅子で仕切りができていて、机テーブル一人一つとなって、みんな同じ方向を向いて食べています。はい、というわけで、中はですね、お店がもうほとんどやっていませんでしたね。以前は全部空いてて人も多かったのですが、今は、座る場所も限られていて、お客さんも少なくなり、空いてる店舗が本当に減っています。日本もそうだと思いますけれども、こちらもやっぱり飲食店というのは大きな影響を受けてますね、コロナで。はい、というわけで私の動画ではこのようにフィリピンの情報や私が住んでいるダバオ地域の情報についてお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。